この方は札幌雪まつりの大通り西2丁目のお事務所スペースで事務作業に従事をしておりまして札幌雪まつりで新型コロナウイルスの感染が広がっていた疑いがあります今日発表された道内5人目となる感染者札幌市内の40代の会社員男性で 道内3人目と確認された別の40代の会会社員と札幌雪まりのの場で一緒に働いていてした昨日の確認をされた方とです、ね、同じ事務作業のところにいらっしゃった方ということでいわゆる濃厚接触者限られたスペースの中でおりましたので一般の方に広く感染をするという状況ではなかったというふうに思っておりますけれども。 市によると感染した2人が働いていたのは大通西二丁目会場にあるプレハブの事務室合わせて3人ほどで会場運営の事務に当たっていて不特定多数に接触はしていないとしています5人目の感染者となった40代の男性は今月1日から12日まで雪まつり会場で勤務15日におかんやだるさなど 一昨日には発熱や咳などを訴えました昨日になって医療機関 A を受診3人目の濃厚接触者と分かったことから直ちに自宅待機となり昨日のうちに検査で新型コロナウイルス陽性と判定され今日、市立札幌病院の感染症病棟に入院しました3例目の方と接点があるということが判明したので 早めに検査をしましょうということで、あの市立病院の方に行って検査をしたという保健所は、プレハブ内で作業していた残りの1人についても、感染がないか調べることにしています。